皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回は楽天モバイルね、ちょっと重要なお話になります。ポイント還元されない、なんでね、これね、楽天モバイルもう昔からねあるあるなんだよ。これね、もう最悪、マジかよ、ポイント来ないじゃんっていうね。で、まあ、これはね、ちゃんとポイントに関してね、いろんなポイントをエントリーしたりもらったりとかってやってる方は分かるんだけども、そういうのをあんまやらない人はね、分からない。で、あとちょっと複雑なことがありますね。今回お話しする内容はこれね、楽天ね、このポイントはね、楽天ポイントになります。で、これね、今までね、よいしょと、これだね、過去にもね、過去の例、楽天ハードのキャンペーンで19,999ポイント還元、ね、で、これが入った人、入んない人、で、結局ね、通話をした、通話をしないとか、条件がとかっていうのもあるんだけど、条件を満たしていない場合でも、みんなポイント配布してくれました。ね、なんだけれども、結構太っ腹なんだよ。なんだけれども、一部の人は配布されないっていうね、厳しい結果になっております。で、このポイント還元なんだけれども、まずポイントは配布されているのに、自分が気がつかないだけっていうパターンもね、ありますよっていうのを、まあ、ここ数日の間でもね、お話ししたことがあると思います。で、このポイントがもらえるかもらえないかっていうのは、この今言ったように、このポイントね、このポイントの詳細を見ればエントリーしたりとかね、あとなんか楽天モバイルも惜しいのもそうだったよね。申し込んだら1ポイントつくんだけども、それがキャンセルされるとまだマイナス1になるっていう、そのポイント獲得予定のものが一覧に出てくるんです。ちゃんと出てくるんです、これはね。で、それがね、出ていってももらえるもらえないとかでね、まあ、いろいろややこしいことになります。で、例えば楽天のね、この中に、まあ、入るね、そうすると楽天ポイントクラブっていうのがねあります。これね、楽天ポイントクラブを見るとね、ちゃんとこのね、口座番号っていうのが書いてあるんです。この楽天ポイントっていうのは、このポイントは楽天口座番号にポイントが入るんです。ここをね、理解すれば、だこの口座番号はみんな持ってるんです、ね、楽天の会員 ID につくんじゃなくて、楽天 ID と踏み付けされた口座番号に、はい、入るんです。なので楽天、楽天の ID を退会して抹消したら、これも紐付けされたものが消えるっていう。でも退会しても口座番号が分かっていれば、別の会員で復活してこれを紐付けするっていうのが確かできたケースがあったような気もするけどもね、確かね。で、あとはこのポイントクラブのここのところだよね、こちらだよね、このトップのここのところにもちゃんと口座番号がありますね。ここのところにもあるし、口座番号は調べようと思えばいくらでも調べられる。で、このポイントの実績を見るっていうところを見ると、エントリーしてね、確定前で権利がなくなったものとか全部その詳細が分かるようになってます。だからこれがポイントもらえるのかな、もらえないのかなって不安な人は、このポイント通帳を見れば全部分かるんです。で、エントリーをして、2回戦、普通の回線を申し込んだら、3000ポイント、千日先生とかね、多分フラグがつくって、そこのところになると思います。乗っかると思います。これはね。だからね、おそらくね、これを見ればね、多分分かるの、初めての、登録で3000ポイントとか、紹介のやつとか、そういったのもみんなポイントのところに、即座につくはずなんで、それを見ればつくかつかないかっていうのは分かるはずなんです、本来ね。だこのね、このポイントの実績を見る、この ポイント通帳、ポイント口座番号
の存在を理解していない方だ、楽天のアカウントにポイントがついてると勘違いしている方が結構多いんです、ものすごく。で、一番大きいのはね、結局あの過去に楽天 ID を作ってで忘れ去ってる人で、古い楽天アカウントのパスワードを忘れちゃって放置してる人、そういう人が危ない、ね、じゃあちょっとね、これについて簡単に説明したいと思います。まず楽天の ID、 いわゆる楽天のアカウントです。アカウントね、楽天の ID があります。で、この ID を ID ね、この楽天の ID というのは一人一個しか作ってはいけないというルールがあるんです。だ、複数の楽天 ID を作ってはいけないというルールがあるんです。で、このね、楽天の ID、ね、ここに楽天の ID で、この楽天の ID を作ったその瞬間に、いい、作ったその瞬間に、ポイントの口座ができます。はい、例えばね、このようにしておきましょうね。で、これが紐付けされるんです。つまり楽天のアカウント ID を一つ作ると、それとセットでポイントの口座番号が割り当てられます、発行されます。だ、楽天のアカウントと一緒に口座番号が発行されて紐付けされているんです。ここをまず理解してください。そして、次にね、楽天モバイル入るためにアカウントをまた作りました。前楽天持ってたけどもう使ってなかったからもう分かんなくなっちゃったとかね、そういった人も結構いるんです。はい、なので、新たに前に作ったのはもうパスワードも忘れちゃった、放置してた、いいやそんなものほったらかしきゃね、そうして、楽天モバイルを契約するたびに、アカウントをね、 ID を1個作りました。そうすると口座番号、はい、今度口座番号が002番ね。はい、もうここまでの話を聞けば多分わかるでしょう。はい、なので前にアカウントを作って忘れている方、忘れてないけど覚えてるけど面倒くさいから新しく作った方、いろんな方がいると思います。それで
このアカウントは同じ名義なんです。で、同じ住所だったりとか同じ邪魔語だったりとか同じ人の要は身分証明のアカウントなんです。そうでしょう。それでこの前の古いやつは口座番号が001番で発行されてる。で、新たにまた同じ人が楽天のアカウントをね、本当はいけないんだけど重複してね、新しいのを作った場合は紐付けされてる口座番号は002番で口座番号が違うんです。で、驚いたのが楽天モバイルがスタートした時にね、このアカウントが3つある人とか4つある人がいたので、それは何でかっていうと、お一人様1個制限のものをシールのものをたくさんのアカウントで注文するために複数持てた人とかいたので、あとそのまま忘れちゃってる人とか、もうパスワード分からなくなっちゃったとか、だからその大会処理も何もできないっていうね、だからその場合カスタマーに連絡すればいいんだけれども、で、実は楽天モバイルのシステムがしょぼいために、この楽天ハブのキャンペーンがね、お一人様5回戦まで、で、1回戦につき1個、ね、楽天ハンドが注文できて、で、2万円で買ったら、翌々月末に1万9999ポイントが還元されるっていうね、そういうキャンペーンが過去にありました。なので、お一人様、このアカウントで1、2、3、4、5回戦注文して、楽天ハンド5台注文して、で、99,995 ポイント、ね、ゲットっていうのがね、あったわけなんです。前ね。ただ、その中で、3個注文して、2個しか入ってこなかった、1個分少ないとか、1個注文して、いや、自分は来なかったとか、そういう人がいっぱいいたんです。で、その時じゃなくて、その時だったらまだ間に合ったんだけど、期間限定ポイントなんで3ヶ月とか半年で有効期限消えちゃうでしょ。そういうのはおじいのところにあんまり騒いでなかったんだよ。で、しばらくしてからのキャンペーンでポイントが来る来ないとかね、多分ね、スタートしてね、冬のことだったんで10、11、12がしかもめてたんで4月にスタートしたから、ね、8ヶ月目ぐらいにいろいろ揉めたんだよ、バーッと。で、その時に本来は付与されてるのに付与されてないっていうね。で、いろいろ調べた、ね、そしたら視聴者さんがね、いろいろ調べた結果分かったのが、同じ名義で別のアカウントをね作ってる人がそういうトラブルに遭っている。どういうことかというと、この ID で例えばね、キャンペーン1個2個3個参加した場合に、本来はこの口座番号002番にキャンペーン1個目2個目3個目が全部ここのとこ口座に入るんだよね。なんだけど、同じ名前、同じ人の要はアカウントが2個あるとシステムが誤作動を起こす。そして本来ここに付与しなければならないポイントがこっちに入っちゃうっていう。だから普段この人はこの ID で、この口座番号にポイントが入ってるから、それがだからいろんなものに反映するでしょ。あ、入ったとかね、月末だったらね、あ、入ったってね、こう分かるわけだけど、今回入ってこないで、ポイントがね、入ってきません、来ませんとかってね、で、おかしいですね。で、楽天の、まあ、今でいうコミュニケーションですね、前は別会社だったいたからね、でまだ始まったばっかりは分かりません、分かりませんでね、横のおばちゃんにと喋ってる名前で分からないってね、もう嘘800並べてね、電話を追い返すっていうね、まあ、そんな対応ばっかりやって一回悪徳だっつってね、炎上したことがあります。で、最終的に視聴者さんが徹底的に調べてくれて分かったのが、この内容なんだね。別にアカウントを作っている方は別に
口座番号があって、あの何かしらのシステムのバグでそっちの方にポイントが入ってしまうっていう。じゃあシステムが悪いじゃないかって思うけども、本来同じ人が楽天 ID をね一つしか持てないから複数作ってはいけないという規約があるので、規約違反した結果なんです、これが。でそのことが調べて分かったのがだいぶ後なので、この人が受けるべきポイント還元19,999ポイントがね、こっちのポイント口座に入っていた、ね、でそれがポイント口座に追加されていて、気がついたのが遅かったために、で有効期限切れになってゼロになってたっていう、それその後に調べて気がついて分かったっていうね。俺もらってねえよ、返せよって言っても、もう一度付与されて有効期限切れになっているので、それを戻してくれることはないんです。そんなのシステムが、いや、あの規約違反をしているので、もともとね、それがなければそういう誤作動もないわけなんです。それでもう一つ、ポイントは、楽天モバイルのポイントは楽天モバイルが付与しますってキャンペーンルールにね書いてあるはずなんだよ、これね。それで一つ重要なことがあって、めちゃめちゃ重要なことがあって、今ね話したこのね、会員 ID と口座番号ね、このお話、これは このアカウントは楽天市場、これが母体なんです。楽天市場がメインなんです。楽天市場の会員 ID、 会員の管理なんです。要は楽天グループの格は楽天市場なんです。楽天市場でアカウントを発行するんです。楽天市場がアカウントを管理してるんです。楽天市場がこのアカウントと口座番号を管理してるんです。重要なのはこれは楽天市場が管理するものですよということなんです。ここをまず分かりましょう。でこの楽天グループっていうのは、楽天グループっていうのはこの楽天市場、楽天市場があって、でここで会員のアカウント ID を作って、この ID を利用して楽天グループ、楽天ブックス、楽天ミュージックね、楽天ゴルフ、楽天野球、楽天サッカーね、楽天モバイルね、楽天ボーリングね、楽天ビリヤードね、楽天ゲームね、楽天チャットね、いろんな楽天なんとかってグループがもううわいさかといっぱい来ちゃうことある、ね、その全ては楽天市場が発行、楽天市場が管理してるアカウントを使ってこのサービスに参加することができるんです。個々にこのサービスは全部独立してるんです。まあ、いわばサービスがないけど会社が違うと思えばいいや。そうやって覚える、だ全然違う会社って覚えていけばいいよ。だここの会員 ID を使って別の会社のサービスが使えるっていう、そんな感じでね、ニュアンスでいいと思います。それで、
この楽天市場の会員 ID を使って楽天モバイル、ね、楽天モバイルのこのサービス、あ、今この電話のマーク書いてもみんな知らないよね、電話自体がね、これだよね、アンテナもないのか、今ね、アンテナもないから、こうか、こうだね、これがモバイル事業です。で、ここで一つ皆さんがものすごく大きな間違いをすることがあります。楽天モバイル、楽天モバイルは楽天市場ではありません。全然別のサービスなんです。モバイル、市場とモバイルは違うんです。楽天市場のアカウントを使って、楽天モバイルに要はサービスを使うことができる、ね、そういうことはね、楽天アカウントをバン食らうということは楽天グループの楽天なんとかのサービス全てバン食らうというのと同じことなんです。だから楽天モバイルだけね、バン食らったっていうのはない、ね、サービスが使えなくなったとかね、そういったものはあるけれども、アカウントがバンされたら全部あれです。それでここが重要なんです。楽天モバイルの、楽天コミュニケーションズのこのサポート、楽天グループのトラブル、そして楽天グループが付与するポイントがつかなかった場合、皆さんは楽天グループ、楽天モバイルのサポートに電話をするんです。で、ポイントがもらえますかもらえませんかの質問ならいいんだけども、口座の内容、要はポイントがついてる、つかないとかって調べるのはできないんです。これは楽天市場の方に電話をしてくださいって言われます。でこれがおじいも最初これを最初理解してない時はたらい回しじゃないかって思ったんだよ。ただ意味が分かればそれは当たり前のことなんです。全然別なので、この楽天モバイルは楽天市場ではないので、なので、まあ、楽天モバイルがお客さんの会員 ID を発行したわけでもないし口座番号を管理してるわけではないんです。なので、ポイントについての質問は、この楽天モバイルのつくポイントであっても、つくかつかないかの質問はここで聞けば分かるんだけども、付与するのはモバイルなんで、ただ、ポイント口座に入った、入ってないとか、付与されてる、付与されてないという確認は、この口座番号を参照しなければならないので、この楽天市場のサポートに連絡をしないと、対応が全くできないんです。これがで楽天市場のサポートに連絡をすると自分自身のね個人情報を伝えると今どのアカウントがあるのかっていうのを全部調べてくれます。そうするとご自身で忘れていた過去に作ったであろうね同一人物であろう楽天アカウントもあることを存在があることを教えてくれます。でパスワードを教えてくれと言ってもパスワードは教えてくれないです。ただヒントは教えてくれます。自力で思い出すように。それで、例えば付与されてる付与されてるこの口座番号、今生きてる口座番号にそのキャンペーンが適用されたかどうか付与したかどうかっていうのも調べてくれるね。じゃあこっち側の方に調べたらそのポイントが入っていましたでならばいいね。この001番の口座に入ったポイントをこちらの口座に移すことはできません。でこの口座に入ったポイントをこっちの方に移すことはできないんです。で楽天市場が唯一やってくれることは今生きているこのね
楽天アカウント、楽天 ID ね。でしたら、今002番の口座と紐づいてますが、ね、001番とそれじゃあ紐付けしますよということで、紐付けの変更をしてくれます。なので、まだ両方ともね、こっちにもこっちにも付与されちゃった、ポイントが残ってる、有効期限が残ってるっていう場合は、正直は、今残ってるポイント口座にあるポイントを全部1話で使って、まあ、グループでいいよ、使ってしまってゼロにしてしまってから改めてこの1番のまだねポイントが生きてるね、1番の口座と紐付けを組み直してもらう。こうやって組み直してくれます。だからここのポイントを使い切ってからこっちの方に紐付けをね、ちゃんとやり直してくれます。それで、楽天市場からはお一人様ねアカウントは1個しか持てませんよということで、古い方のねアカウントの削除手続きね、そちらの方を促されます。でパスワードが思い出せないとかね、正直に登録したメールアドレスがもうないとかってね、そういったことがね発生したりするので、なのであれを忘れてしまったこれを忘れてしまったっていう秘密だなとかってがあるけど、その本人確認証明したからこうヒン直接は教えてくれる、ヒントだけ教えてくれるので、なので自力でなんとか思い出したから削除をするっていうね、まあ、そういう流れになってくるんだけれども、これを一応組み替えをやってくれることで早く気がつけばそのポイントをねちゃんと使うことができるし、あとこれをね切ることによってこれを紐付けすることによってもう口座は1個しか持たないという状態にすればもうこうなっちゃうことはないわけなんです。まあ、もっとと言えば自分がまいた種なんです。でもこのことを教えてくれるのは楽天市場なんです。で楽天モバイルの方はこれを把握しているオペレーターの人は数が少ないと思います。でましては楽天 ID のアカウントの情報を見ることができない、だって別だもん。しかもポイント口座の内容なんて調べることもできない、だからつきますつきませんしか答えられない、お客様はその権利がありますつきます、これはポイント対象外ですとか、その対応しかできないんです。実際についてつかないとか口座ないとかっていうのは調べることができないので、詳しい内容は楽天市場の方にお問い合わせくださいって言うと、てめえたらいますかみたいな感じでやってられねえっつってね、多分切れることになります。でも理由はこういうことなんです。楽天 ID 口座番号のことを知らない人もいるし、管轄を知らないとなんだよってなるけど、これを理解すればあなるほどねってわかるでしょ。それで、この時に分かったのは結局これだったんです。楽天ハンドとかね、あと初めてのとか紹介とかいろんなものがあってポイント還元ね、入った入った入った、あれ俺だけ来ない、なんで何か条件外れたのかなとかね、あと通話何秒で、ああ通話してなかった、ダメだ、その条件クリアしてない、もらえないって言ってもみんなもらえたんだよね。だから本当に、ね、使い方を覚えてほしいからそれを付け加えただけで、それがないとあげませんっていう、そこまでの意地悪はしなかった。結局配布のルールの中にはあったけれども、でも太っ腹にちゃんとばらまいてくれたの楽天はね。なんだけれどもポイントがもらえなかったって方は、わしはもらえてなかったぞって言うから、いやちょっと聞いてもらえよこれでつって、それでわしもそういえば私ももらえなかったけど、ああ過去にそういえばあった、なんで使ったの、ああ安いものがいっぱい欲しかったね、何個もお一人様制限があったから、大体その言い訳でみんな楽天 ID 持ってた人が多いから、
だからこうなっちゃうっていうね、そういうのがあったわけなんです。なので、今回はね、新しく楽天モバイルに関わったお客さんも結構多いだろうし、でキャンペーンに参加された方も多いと思います。でましてやおじいは1円1円1円っていうのはずっとやってきたけども、ポイント還元されるよっていうのはあまりここのとこやってなかったんだよね、1年ぐらいね。で最近久しぶりに2回戦目で3000ポイントもらえるよっていうのを案内したので、今度は先回りをしてポイントをもらえる権利を持ってるのにポイント還元されない、おじいもらえなかったわ、なんでだろうっていう人が絶対に出てくると思うので、だからおじいは先手を打ってこの動画を先に作っとくということです。そうすれば、あ、自分やばそうって思ったら先手を打って楽天市場に連絡をすれば、もう使ってないポイント残高も残ってないね、アカウント抹消したりとかポイント口座の抹消確認とかってしておけば、うっかりそっちの方に入っちゃうってことはないです。で例えば ポイントがね、5万とか10万とかいっぱい溜まっててね、でこっちの方にポロンってね、中途半端に1万ポイントぐらい入っちゃって、うわーこっちを使い切ってこっち行くのは大変とかね、そうなっちゃうでしょね。だからそうなっちゃう前にね、先に気がつこうっていう提案です。うっかりそっちの方に行っちゃって、わしゃポイント付与もう半年待ってるけど未だに来ないって、だなんでよくよく月末に来るのになんでその時に言わないの、なんでそこから3ヶ月も過ぎてからわしゃもらえないっていうのね、わしも半年前なんてもらえなかったんで、なんで今頃言うの、なんでその時に言わないの、ただ遅れてるだけだと思ったとか、結構日本人でのんびりそういう言うんだよみんな。で分かった、聞いてみるして、聞いてみたらポイントがでみんなと同じ3月の末に付与されていたのに、問い合わせをした時にはあーなんか2週間前に有効期限になってた、もうちょっと早く来て、だもっと早くなんて言わなかったのっていうね、そういうケースがただ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 あったわけなんです。すごく、あーでも勉強になったよってねみんな言ってたけども、悔しかろう悔しかろうね、1台につき2万円のお金を払って1万9999ポイント戻ってくるから実質1円だね、高えなって、もでも実質1円だったわって言いながら2万円払ってポイントがもらえない、失効していた、うわーこんなもん2万で買っちまったんかよ、だったらあれ買った方がよかったって、わしなんか2台だぜとか、そういう人たちが多かったんだよ、ね、だからだからおじいはね、その後から戻ってくるものもやらないし、おじいはねチャレンジしないのとかってねよく言われたけど、先出す2枚がないからね、参加しないよっつってね、おじいは参加しなかったんだけど、ね、だからそのポイント自治になってるのは怖いんだよ。買う時に1円に割引してくれるものはもう後からっていうのはないから、いくらでもね買って参加することができるけど、後からポイントを返ってくるっていうのはクリとクリは併用できませんとかね、対象外とかいろんなトラップがあるから、おじいはそういうのは参加しないんだよ。それから徹底的に調べないと、ね、だからその時に、さらにしっかりと学んだのはね、こちらに書かれている通りでございます、いやこうやって言われましたけどね、こちらに書かれていないことはね、ね、そうなることはありません、ここに書かれていない、まあ、そうだよ ね、だからそうやって学んでいくんだよ人っていうのは。ただおじいは言ってる、契約にしてもキャンペーンルールにしてもそこに書かれていないことを行使することはできないんだよって言ってるんです、ね、だから、ね、今回は元気なおじいの動画でも2回戦目を、ね、頼めばポイント還元されるよっていうね、そういうお話を出しているので、もらえなかったって半年だけどね、
今年の12月からおじいそういえば今年2回戦目のあれくれるって言ったけどもらえなかったんだよ、なんでその時に言わなかった、おじい忙しそうだし何か悪いと思って最初の翌月の時にね、ロパスに言えば、ね、言いたかったけど言えなかった、じゃあ調べてもらって、おじい調べたらそういえば過去のポイントアカウント作ってて、そっちの口座に入ってた、調べてくれたのが、で、どうなったの ?8 月、6、7、8でちゃんと入ってた。で、有効期限半年生きれてた。あらー。うち、痛い勉強代だったよ。1081円損したよってで、そうなるんです。だそうならないように気をつけてくださいねというお話でした。本当にね、今後いろいろとか、あと他の楽天グループのものを使うときに全て中心となるのは楽天市場が管理をする楽天アカウントの ID、 そして口座番号ね。で、詳細を見れば全部ね、付与の予定ポイントの実績を見るとエントリーして何、ね、かをやったら予定のものがあって、ね、でそれがプラスでついたりとかあって全部そういうのが乗っかってるんで、ね、ただもう口座を2個とか3個持っててそっちの方に紐付けられてで2回戦目でなんとかって言ったら今生きてるポイント口座になくてそっちの方に乗っかっちゃう可能性もあるから、ね、怖いね怖いね怖いね、本当ね、そういうことなんです。で、おそらくこのお話をしている動画を目につく人っていうのはあんまりいないだろうし、でこういう説明をしてくれる人ってあんまり多くないと思う。なんでか知ってる？いろんな関係のアフィリエイトで入ってくれたらインセンティブが入る、それ目的で動画を作ってる人が多いからなんです。自分のインセンティブが入ってくればその人がポイントがしっかりもらえようがもらえなかろうが関係ないね、そんなの自分が悪いでしょ、おい知らないよ、めんどくさい、なんでそんなこと説明しなきゃなんないの、俺知らないよそんなことっていう人が多いの、ね、だからね、こういう動画を作っても見られないんだよ。これのアクセスも当時数千とかね、キャンペーンの話は数千アクセスない、こういうお話っていうのは本当300、400、500とかそれぐらいの人しか見ない。他のキャンペーンは5000回再生、何千回生とか1万再生とかね、ボンボン行くのにこういう解説を見ない、再生する気にもならないんだろうね、見ないだ見ない人はしょうがないよね、うん、まああとは野となれ山となれ、おじいとしてはちゃんと説明したよってことだよね。ただ皆さんも通話してなかったとかね、愛したかったって、もじゃあみんなチャレンジ結果教えてとね、おじいもらえた、私ももらえた、もう諦めてたけど入った、嬉しいとかってね、大体みんな報告してくれたのをまとめたわけです、ね、だから正直に投稿してくれた人みんなね、どうだったこうだったみんな聞いてみて、ああよかった、戻った、私は通帳入れ替えてもらったとかって、みんなそうやって問題解決してたんだよ、ね、それっていうのも全てちゃんと問い合わせをしてそういう説明を聞いてくれて問題解決まで行った視聴者さんがいて、その視聴者さんがおじいに報告してくれたからなんです。その報告してくれた貴重な体験と情報を無にしない、なので定期的にこうやって皆さんに知識として情報を共有してるわけなんですね。だから過去のたくさん失敗して辛いことを思った人たち、ね、ポイントをもらえないで散っていた人たち、ね、神風特攻隊の
ね、ユーザーたちが過去にいっぱいいたわけです。そういう人たちの激震を無にしないためにも、ね、たくさんの視聴者様が過去に教えてくれたこういう基本的なことをおじいは頭の中に入れて忘れない。そして新しい世代、新しい世代にこうして伝えていく、ね、そして、いろんなキャンペーンを伝えて取りこぼしのないように、ね、しっかりしてくださいねというね、そういうチャンネルなんです。いいチャンネルだろう、ね、どう周りの人に伝えたくなった思わない？この間なんかいたよ、なんかバスとか電車の中でね、楽天モバイルをぶっ壊してたらね、あのサムネイルでね、プッてこう笑っちゃったっつって、で注目浴びたってね、で恥ずかしかったっつってね、コメントがあったから、いや、あでプッて笑っちゃって注目浴びたら、そこで何で一言、うわあの YouTuber の元気なおじいの面白かった、今日のサムネ最高だ、つい笑っちゃいました。皆さん知ってますよね、元気なおじい知ってますよね、今日のサムネ最高だと思いませんか。え、知らない知らない、元気なおじいを知らないんですか。って逆に笑ってあげればいい。ってみんな知らないんですか、おじいのことを。そうやってね、逆に見てあげる、恥ずかしい思いすることはない、ね、よくほら、なんだっけあれ、ドッキリグランプリだっけか、なんだっけ、あ違う、芸能人が考えたか、なんだっけ、ほら泉洋だっけか、なんだっけ、天然パーマのね、うん、であの人のファンっていうと受け狙ってとかね、なんか恥ずかしいとかね、なんかそういうのがあるじゃん。でも私はふがでなんてこう出てきてよくやってんじゃんね、あの精神だよね、うん、ね、元気なおじいファンの精神を持ちながらね、いろんなバス電車の中で人目に負けないでね、ペッて笑ったら、ね、うわ今日の YouTuber の元気なおじいのサムネが面白いとかってね、独り言で大きく言ってあげて宣伝してあげてください、ね、はい、そんなわけでね、今回はポイント還元されないなんでのお話でした。で、周りでね、そんなようなものを見かけたら、元気なおじいのチャンネルでだからそれらしい内容を見たことがあるよ、元気なおじいの過去ログでポイント還元されないなんでっていうね、検索してみると多分見れると思うよって教えてあげてくださいね。そうすることで、で、おじいの動画をね、こしょりと見てるね、悪い YouTuber がね、このネタをパクって、で、これはこうなんだよ、うわーっつってね、ちやほやされる人もいっぱい出てくるでしょう。で、本当はね、おじいの場合ね、仮想 YouTuber はどんなにいいこと言っても、だって他にパクられる。ね、散々苦労して時間をかけて、情報収集しながら調べて、こうやって解説してまとめたのをね、おいしいとこはピーってね、で油揚げ触れるみたいでピーって持ってくやついっぱいいるけども、ね、でも情報ね、情報は持ちつ持たれつ誰のものではない、ね、おじいもね、いろんな情報をパクるからね、情報はパクリパクられね、そうやって支えられて生きている皆さんもね、おじいはおぎゃーと生まれて楽天モバイルのことをね、知ってて呼ばれてきたわけではないからね、みんなと情報交換をしながらね、こうして、まあ、知識が増えてるのでね、まあ、役に立てればいいなと思っております。うん、いいチャンネルだね、本当ね。はい、そんなわけでいいチャンネルだなと思った方はグッドボタンを押しながらね、あ、会社に注文したくなったなと思ったら、おじいのチャンネルのね、この説明欄にあるアフィリエイトリンクをポチってポチッて注文してください、ね、そうするとおじいがね、また励みになります。またね、よろしくお願いいたします。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。